G 型エンジンは、プリンス自動車工業が設計、開発、製造していた、直列4気筒及び、直列6気筒のガソリンエンジンである。日産自動車との合併後も、スカイライン、ローレル、グロリアなどに搭載され、1975年まで製造された。本校では、G 型と共にそのとなったガ型、ギガバイト型エンジンについても解説を行う。 エンジン名のうち G は単にプリンス社内でガソリンエンジンを指す符号であったが度重なるエンジン改良や名称を変更新型エンジンの開発などの点変とは無関係にプリンス製の自動車用ガソリンエンジンの多くに共通符号として使用されたさらには日産自動車との合併後も日産の既存エンジンに G を名乗る形式がなかったことから 数字不満を排気量とする当時の日産式ルールで解明された上で旧プリンス系エンジンの形式として継承された大まかにはプリンスがガソリン自動車開発を開始した当時からの第一世代にあたるオフ4気筒系列プリンス後期に開発された上級車主要のターンフロー 3HC6 気筒系列日産合併直前に開発され 1970年代まで生産された第二世代のクロスフロー再え 1C4、気筒系列の3グループに対別できる。画形4気筒エンジンの原型となったのは、1952年に開発された FG4A 型直列4気筒エンジンである。このエンジンは、当時の日本製小型車用エンジンとして最大級のものであった。FG4A 型は、 プリンス自動車のエンジン部門等の前身となり後に、多摩自動車と合併した、富士精密工業株式会社が、プリンスへの解明前の多摩自動車の依頼によって、開発したものである。基本構造は、多摩自動車の実質的なオーナーであった、ブリジストン創業者、石橋翔二郎が使有していた、プジョー202の1.2リットルエンジンを、富士精密の技術者が、 スケッチスケールアップすることで開発された。FG4A 型の系列にあたる各エンジンは基本設計が古いことと既存エンジンの拡大設計という出自からその排気量に比して重量がかさむ欠点はあったが、日産への合併までプリンスの汎用主力エンジンとして乗用車、商用車の別なく後半に使用され、年々耐久性の高いエンジンへと改良された。 G7 型6気筒エンジンは、メルセデス・ベンツが1951年から生産を開始した220-300のサ h c 直列6気筒エンジンに影響を受けて開発された上級車主要の高速型エンジンである。高級乗用車のグロリア向けに設計されたものであり、レース対応モデルのスカイライン GT への転用はあったものの、 グロリア派生車以外の商用車には使用されなかった。4気筒エンジンも G15 型以降は、新設計の SA1C レイアウトが導入されたが、プリンス SA1C エ,エンジン各種の出現時期は、プリンス自動車と日産自動車の合併時期に重なってしまい、エンジン標準化や排出ガス対策の観点から、同クラスの日産軽量産エンジンへの置換えが、進行して、 1970年代中期までにラインナップから消滅した。どちらも工程は共通の 84mm。内径を変更することで排気量を1.5リットルクラスと1.9リットルクラスに適合させている。すべてオフ直列4気筒エンジンである。 が30型が4型ギガバイト、3 0型ギガバイト、4型 G1 型 G2 型 G15 型 G16 型 G18 型 G20 型 G7 型 G7 型グレーン7バイト型 G11 型グレーン8型ありがとうございます